ラッシャード・ルイスは、アメリカ合衆国のルイジアナ州、パインズビル出身の元バスケットボール選手、NBA のシアトルスーパーソニックスなどで活躍中した。ポジションは、スモールフォワード、高卒選手の一人、テキサス州ヒューストンの高校を卒業後、大学には進まずに1998年の NBA ドラフトにエントリーした。同じく高卒のアルハリントンより、 潜在能力は高いと評価を受けていたが、一巡目に三つの指名権を持っていた地元ヒューストンロケッツはルイスを指名せず、二巡目、全体32位にて、シアトルスーパーソニックスから、回指名を受けることとなった。ドラフト指名後、ルイスはロケッツに指名されなかった失望で、テレビの前で泣き姿を見せた。ルーキーシーズンは20試合しか出場しなかったが、二年目は、 全試合に出場。3年目の2000から01シーズンには、出場した78試合のすべてを先発で出場し、平均14.8得点、6.9リバウンド、1.6アシストを記録した。年々数字を伸ばしてきており、7年目となった2004から05シーズン、自己最高の平均20.5得点の記録を残し、NBA オールスターゲームにも初出場を果たした。 2006から07シーズンも主力として活躍していたが、右手を故障し、手術を受けるため、長期欠場を余儀なくされた。ソニックスで9シーズンプレーした、彼は現在では希少な入団以来1チームでプレーし続ける選手の一人だったが、2007年オフの7月11日に、ドラフト指名権とのサイントレードで、オーランドマジックへ移籍した。 契約内容は6年で1億1850万ドル、いわゆるマックス契約で本人にとってはこれ以上ない結果となった。チームのエースであるドワイト・ハワードやトルコ人のヒド、ターコルーなど個性あふれるメンバーで、イーストの競合の一角にのし上がったマジックであったが、優勝を狙える力はなく2007から08、プレイオフでは、デトロイト・ピストンズの前に力負けしている。 2008から09シーズン、衰退したピストンズに代わり、マジックは東の三強へとのし上がった。クリーブランドキャバリアーズとのカンファレンスファイナル第一戦では、決勝3ポイントを決め、自身初の NBA ファイナル進出を果たしたが、ロサンゼルスレーカーズに1勝4敗と力負けし、優勝することはできなかった。七月六日、禁止薬物であるあの陽性反応が出たことから、 2009から2010シーズン開幕から10試合の出場停止処分を受けた。ルイスはこれについて、毎シーズン終盤にサプリメントを服用してしまったためだと説明した。2010年12月18日に3球団が絡むトレードにより、ギルバート・アリーナスとの交換との形で、ワシントン・ウィザーズへ移籍した。2012年7月11日、 マイアミヒートと2年契約を結んだ。2013年、自身初の NBA 優勝を経験した。2014年7月、ダラス・マーベリックスと1年契約したが、フィジカルチェックを受けた後、右膝が手術の必要があると診断されたために、契約は破棄され、結局2014から15シーズン以降は、プレイすることができず、事実上の引退状態になっている。 ありがとうございます。